石川光は愛知県は愛知郡東郷町出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。東方高校2年生の時、チームは夏の甲子園に出場したが、自身はベンチ入りしていなかった。3年生時の夏の第91回選手権大会は県大会で敗退し、甲子園出場経験はない。2009年のプロ野球ドラフト会議で、 埼玉西武ライオンズから4巡目で指名。契約金3500万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は53。2010年には、イースタンリーグ公式戦で、チーム最多の94試合に出場。225打数46安打、3本塁打、21打点、打率、204という成績を残した。二千十一年には、 8月にイースタンリーグ公式戦18試合へ出場。73打数22アンダー、打率301という好成績で同リーグの月間 MVP を受賞した。シーズン2算では同リーグ公式戦83試合に出場。3本塁打、15打点、打率260を記録したが、一軍公式戦への出場機会はなかった。2012年には、 4月10日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦9回表に、代打で一軍デビューを果たすと、4月15日の対オリックスバファローズ戦では、8番右翼手として一軍初のスタメン起用。8番左翼手でスタメンに起用された9月15日の対千葉ロッテマリーンズ戦で一軍初安打を放ったが、翌9月16日の同カードで支給を受けて、右手を骨折。 そのままシーズンを終えた。なお、イースタンリーグの公式戦には94試合に出場。打席数416と打数380はいずれもリーグで最も多かった。2013年にはプロ入り後初めて公式戦の開幕を一軍で迎えた。代打で途中から出場した4月6日の対オリックス戦では第3打席の敵地打でプロ初打点を記録。 一軍公式戦にはプロ入り後最多の16試合に出場するとともに2投類を記録した。しかし83試合に出場したイースタンリーグ公式戦では3本塁打を放ちながら打率が204と低迷した。2014年にはイースタンリーグ公式戦でチーム最多の93試合に出場すると28投類で投類王のタイトルを獲得した。 一軍公式戦では3試合の出場で10打数、無安打に終わったが、シーズン後には結婚している。2015年には、イースタンリーグ公式戦で、チーム最多の96試合に出場。日本累打、31打点、打率、257を記録した。また、6月29日に、神宮球場で開かれた、侍ジャパン大学日本代表隊。 NPB 選抜では NPB 選抜チームの6番左翼手としてスタメンで出場。4打数に安打という成績を残した。しかし10月2日に球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退。引退後は一般企業に就職している。ありがとうございます。